スペース BD で広報を担当しております原真凜です。よろしくお願いします。スペース BD エンジニアリング事業部の本田哲也と申します。よろしくお願いします。普段担当している業務なんですけど、はい、私は、広報担当ということで、何かその会社が外に発信するもの、企業コーポレートのものだったり、あとはその営業的なものだったり、いろんな発信活動っていうんですかねをやったり、あとは最近は結構何か制作物を作るっていうのが多いので、コンテンツを作っていくっていうのをやってます。私は基本的にはお客様の実験装置の技術的な支援作業というのをしています。具体的に本当に直近でやってるのは、会社紹介資料を作るっていうところなんですけど、もう本当に今更って思うかもしれないんですけど、もう事業が変わりすぎて追いついてなかったっていうのがあって、それを今やってます。私の方は今ですね、国際宇宙ステーションに搭載する実験装置、具体的に言うと、米国案件のスカイコープ社の実験装置とかのサポートを前回してましたけども、今新しくですね、昨年度から総務省が推進している、月見のプロジェクトというのに新たに取り組ませていただいてまして、具体的には月の水資源のを探査するというプロジェクトで、そこに向けて小型衛星を製作する部分のインテグレーション業務を現在 NICT という情報研究開発機構の下で現在実施しております。ですね、なんか私がよく本田さんに質問しに行きます。この国際宇宙ステーションのここのパートはどういう動きをするんですかみたいな、この宇宙空間でどんな風に動いてるんですかとか、この前 あのロボットアームの質問とかさせていただきました。原さんの方から広報として、発表していただくんですけど、そのバックグラウンド情報としてはやっぱりサポートはしないといけないと思ってますので、その辺 の質問に対しては分かりやすくなるべく噛み砕いた表現でお話しするようにしています。本田さんのレジェンドポイントなんですけど。レジェンドそんなのあるんですか。いや、ありますよ、もちろん。そう、レジェンドポイントはやっぱりもう日本を代表して国際宇宙ステーションの設備を作った。いや、そうですね、結局人生の半分以上を使った仕事なので、やっぱりそこは思い入れがありますね。はい、どれくらい、人生の半分っていうのはどれくらいですか。足掛け24、5年かかってますね。正直言うと、そのステーションのプロジェクト終わった時に、ある種の脱力感といいますかね、そういう達成感はとりあえず味わうことができたので、引き続き開発の方の仕事も少しやらせていただきましたけど、ちょっと違った視点で宇宙に関わってみたいなというふうに思いまして、スペース BD という、どちらかというと事業を進めている会社で、なおかつ若い会社ということで、新しい意味での別の切り口の仕事ということで、スペース BD に、昨年からジョイントさせていただいているという状況です。本当にいろんな多様性、その自分個人としての、メリットというか、なんでしょう、なんかすごい私がいいなって思ってることは、やっぱり一人一人から学べるなってすごい思います。もうすごいなんかいろんな刺激を日々もらっているなと、もうちょっとみんなに感謝してます。やっぱり多様性っていう観点で言うと、いろんなバックグラウンドを持った人が集まっているので、業務の切り口も多分違うし、見方も違うので、そういう意味での相乗効果というか、そういう部分については非常にあると思ってますし、ベンチャーならではのスピード感といいますかね、そこがやっぱり大きな魅力だと思ってます。
ダイバーシティといってもやっぱり業務の多様性という観点でも、まあ、従来その宇宙産業としてやってますその艦主体の開発業務というよりは、まあ、違った切り口での宇宙を見ているということで、まあ、BD が取り込んでますその教育事業もそうですけど新しい事業としてはあの 広がりがある事業だったなというふうには思ってます。自分自己実現のための舞台 どうですか。自己実現の舞台っていうのはあると思ってますし、やっぱり BD にはそれなりのそういう環境が用意されているので、まあ、私もやっぱり BD のスピード感っていうのはやはり魅力に感じてますし、まあ、新しい、業務の挑戦っていう意味で言うと、まあ、いろいろ学ぶところが多いのでそういう意味であの業務としては新しい発見があるかなというふうに思ってます、うん、私は、自分の夢を持ってる人。いいですねいいですか、いいこと言いますいいですね、はい、って思います。と、まあ、私の方からはやはり自分を高めたい人もしくは自己実現したい人はぜひ BD に入っていただければと思っております。すごいわかります